ジャンカルロカルロス・アルバラード・マルティネスは、プエルトリコジチレンポークさんファン出身の元プロ野球選手。NPB での登録名はジオ・アルバラード。1995年にアマチュアフリーエージェント選手としてピッツバーグパイレーツに入団し、同年にガルフコーストリーグでデビューした。2001年までパイレーツ参加の球団で投げたが、2002年は、 ミルウォーキーブルワーズの参加及び独立リーグのサンアンジェロ・コルツに、さらに2003年にはデトロイト・タイガーズ参加に移籍した。2004年と2005年途中まではマイナーリーグには所属せず、独立リーグ、CPBL、メキシカンリーグを渡り歩いた。2005年にシンシナ・ティレッツに獲得され、マイナーに復帰した。2007年は、再びメキシカンリーグでプレイし、 2008年には、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム参加のソルトレイク・ビーズでエ a での初登板。2008年は、CPBL の統一セブンイレブン・ライオンズの一員として、アジアシリーズに出場し、埼玉西部ライオンズとの決勝戦で先発した。2009年は、シーズン開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に、 選出された。シーズンでは、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで、13勝10敗、防御率3.49の成績を収めた。その後、フリーエージェントとなった。広島時代2009年12月1日に、広島東洋カープと契約を結んだ。背番号は91。2010年は開幕ローテーション入りしたものの、調子が上がらず4月11日に2軍落ち。 一軍復帰後の6月13日、対埼玉西武ライオンズ戦で日本での初勝利を挙げると徐々に調子を上げ、夏場からは前田健太に次ぐ先発ローテの中心的存在になった。7月20日の対阪神タイガース戦では4回まで無安打に抑えるも、5回に支球を与えたところで肩に違和感を訴え降板。直後に変わった岸本秀樹が本塁打を打たれ、 先発投手としては、珍しい、無安打での敗戦投手となった。9月4日の対阪神タイガー,アース戦では、初回に、初級から2級連続で、マット・マートン、平野圭一に支球を与え、さらに、城島健二にも支球を与えた。1イニング3四死球は1979年の西本清以来、セリーグ史上2人目の最多タイ記録となった。ただし、 二回裏には日本での初打点となる同点打を放ち、六回に3を3失点に抑えて勝利投手となっている。最終的には8勝8敗、防御率4.07と、まずまずの成績を残した。2011年は、防御率は2.72を記録したものの、2012年1月6日に横浜 DNA ベイスターズに入団した。背番号は61。 同年は、先発は手薄なチーム事情もあり、開幕後は先発ローテーションを任されたが、一勝6敗と、負け越した。防御率は3.92だった。10月10日に、外国人チームメイト4人と共に、戦力外通告を受け、10月16日に自由、契約公示された。2013年3月に開催された第3回、WBC のプエルトリコ代表に選出され、 二大会連続二度目の選出を果たした。WBC 終了後に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、開幕前に FA となり、メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズでプレイ。6月6日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結び、AAA 級ラスベガス・フィフティワンズでプレイ。オフの11月には、アジアシリーズ2013に出場する。 イタリアンベースボールリーグのフォルティチュードボローニャと契約。統一セブンイレブンライオンズ戦に先発したが1回と3分の1を4失点で敗戦投手となった。2014年もメッツとマイナー契約を結びラスベガスでプレー2015年5月9日にメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメント契約するが26日に FA となる。その後、 7月15日にベースボールチャレンジリーグのシナのグランセローズと契約し3年ぶりに日本球界に復帰した左足を三塁側に極端にクロスステップする投げ方で 190cm を超える長身や球離れの遅さも相まって右打者にとっては打ちづらい投手と評価されている持ち玉は不規則に動く平均球速約時速1 3 9トルの 速球、チェンジアップ、カットファストボール、シンカーである。さらに2011年は落ちる球種の取得を目指し、春季キャンプで臨時コーチを務めたのも、プエルトリコでは200人の生徒を抱える、モデル養成学校を運営している。妻が元モデルだったことが、学校創設のきっかけとなったという、NPB 初記録投手記録打撃記録。 NPB その他の記録ジオアルバラードに関するカテゴリー、ありがとうございます。